月某日、桜満開のタイミングで、シロンのお休みが取れたので、キャンプに行ってきました。ママ、なんで僕、荷物の中にいなきゃダメわんか？キャンプは荷物が多いんだよ、ジャタロウ、ちょっと我慢しててね。やだやだやだ、ママ、抱っこしてわーん。もう、しょうがねえなぁ。ってことで、ジャタロウさんを抱っこ。重いんだよね、君。春の風、気持ちいいわねー。最高ー。今日はキャンプ日和だわんなー。ってことで、ルンルン気分でキャンプ場に向かったのですが、めっちゃ寒かった。あのね、晴れの予報だったはずなのに、雨は降るしさ、最高気温も10度いかないっていう日だったみたいでさ、キャンプっていうより、狩猟です。ジャタロウさんが、あまりにも震えるので、テントの中に入れてあげたのですが。ママー、出してー、そっちに行きたいわーん。お前、めっちゃ震えてたやんか。テントに俺。やだやだ、そっちに行くわーん。言うこと聞かねえ子は、犬鍋にするぞー。ごいーん。とおっても不機嫌なチャタロウさんなのでした。こんにちは、こんばんは、クロンです。皆様、いかがお過ごしでしょうか。さてさて、今回ですが、ちょっとスピリチュアルっぽいものを作ってみたよん。早速、本編をご覧いただきましょう。今回ですが、オルゴナイト風ピアスを作ります。で、クロンの調べたサイトでは、オルゴナイトの力を上げるには、幾何学模様が入っていると良いと書いてあったので、OHP シートに印刷。でもさ、模様が細かすぎて、全然わからんなーって思い。そこで、ネイルスタンプを OHP シートに転写して、そのシートをキューブに入れてみようという作戦を考えました。キューブに直接、ネイルスタンプを転写しても良いのですが、正方形全面に綺麗に転写するっていうのが、難しかったので、シートに一旦転写して、キューブに入れちゃえーっていう作戦です。ここぞとばかりに、いっぱいネイルスタンプしてやりました。いい練習になったよ。で、次に水晶のサザレイシに、銅線を巻き巻きしてっと、はい、ハズキルーペです。これがないと作業できません。ちっこい石にワイヤーを巻きつけるなんざ、ちっさすぎて見えなーい。でも、ハズキルーペをかけると見えちゃうんです。世界が変わるんです。ハズキルーペ、大好き。クロンね、あのわざとらしい、大げさな CM が大好きなんです。なんだろうなー。なんかいつも笑っちゃうんですよね。むふふふふ。クリスタルに銅線を巻き巻きできたので、お次は、コイルを作ろうと思います。なんか、鉄くずが多く入ってる方がいいらしいんですけど、今回はデザイン重視でいきますので、コイルを少々入れようと思ってます。コイルを巻き巻きできたら、細かくカットします。それでは、キューブを作りますよ。レジンですが、今回はいろんな色を使いたいので、ダイソーさんのカラーレジンを使います。なんかちょっとずつ、いろんな色を使いたいときは、このカラーレジンが便利でした。あと、モールドですが、前回使用した、ダイソーさんのレジンキットの、キューブモールドを使います。今回はね、真ん中の棒をカットして、使っていきますでね、ひとしきり、いろんな色のレジンを入れたら、今度は、キューブの大きさに合わせてカットした、幾何学模様のシートを入れて、あと、水晶とか、コイルも入れてっと。でもって最後に、透明レジンを上から注いでいきたいと思います。最初に入れたカラーを、
ブワーって広げたいと思います。伝わるかな？気泡も取っておこうねー。はい、こんな感じになったよー。いろんな色が少しずつ見えてますね。綺麗。うんうん、好きかも。でも、もうちょっと、幾何学模様をはっきりさせたいかな。ということで、背景に黒で着色することにしました。ピアス金具を接着している面も隠れるから、いいかなーって。で、着色したのが、こちらです。幾何学模様がよりはっきりしました。今回は、3種類作ったよ。ブルー系と、オレンジ系、そして虹色系です。ブルー系と、オレンジ系も、何色かレジンを混ぜたけど、やっぱ虹色が一番色合いが出てるなぁ。最後に、仕上げ用のレジンでツヤツヤにします。やっぱ、このレジンを塗ると光沢が出るなぁ。綺麗ですー。あとは、ピアス金具をつけて、完成。クローン的には、結構気に入ってます。キューブのピアスも可愛いね。2回連続でキューブピアスを作ってしまいました。ダイソーのレジンキット、また買おうかなー。むふふふふ。やっぱ虹色キューブが一番のお気に入り。こういう色の出し方も綺麗でいいね。結構、楽しかったです。また、他の作品でもやってみようと思いました。ということで、今回はちょっと不思議な雰囲気のピアスを作ってみたー。楽しかったです。そして、ダイソー恐るべし。なかなか、楽しませてくれました。こんな感じで、また新商品が出てくれたら嬉しいですー。ダイソーさーん、よろしくねー。ということで、今回はこの辺で。最後までご視聴、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょうー。ではではー。